新潟交通区波45系電車は、かつて新潟交通で使用されていた制御車。自社の旧型車の下回りと小田急の廃車発生品の車体を組み合わせて製造された。なお、本校では同様に小田急の廃車発生品の車体を利用している、モハ16系及び区波36型についても記述する。区波45から50の6両が在籍した。 1933年の電車線開業時にも派11型とともに日本車両東京支店で製造された区派31系区派31.321943年に陣中鉄道から譲り受けた元木派30系の区派33型区派331944年に区派31系のゾービー車として 日本鉄道自動車で製造された区波34型区波34.35を1962年にモハ18を連送解除して登場したクハ40系、クハ40の改造名義で1967年から1970年の間に小田急でハ1400系、クハ千1450系の車体と手持ちの台車を組み合わせて製造された。 も波重型などと連結して、主にラッシュ時の増結用に使用されていた。また区波45区波48は1981年にワンマム運転対応工事を受けている。1993年8月1日の月型駅、延劇間廃止時に区波47区波50が廃車され、6分駅で解体された。また、区波45も追って同年末に廃車された。 1999年の電車線廃止まで在籍していたのは悪ハ46のみである。廃車後悪ハ45が佐渡島に渡り、両津港で鴨モ遊覧船待合室として活用されたが、遊覧船が廃止されたため閉鎖され、その後2009年8月に解体された。同社の保存当時は海岸に面していることに加え、メンテナンスを受けている様子が全くなく、 ウィンドシルが脱落したままになっているなど、保存状態はかなり悪く、また車体に関する解説表示もないことから、生態保存というより放置に近い状態だった。また区派46は埼玉県長泥町の企業に引き取られ、生態保存されている。元稲電気鉄道の買収国電も、派1924を1956年に譲り受けした車両で、 モハ16の一両のみが在籍した。1968年に小田急でハ1400系1409の廃車体と振り替クハ四45型と同様の車体となった。1993年のつばめ駅、月型駅間廃止に伴い、クハ四45系への大半同様廃車された。1947年に製造された、モハ11型も、ハ16が、故障が多かったことから、 1950年に、電装解除して制御化した車両で、区波36の一両のみが在籍した。区波45型への更新最中の1969年に、小田急区波1350系、区波1352の車体を利用して更新された。輸送量の減少により、余剰となり、部分廃止前の1989年末に廃車された。ありがとうございます。